これ変。そうだろうなって思った。そうだろうなって思った。そうだろうなって思ってる。ほら。ほら。はい、こんにちは。グリードです。BO6 ベータやっていきたいと思います。さあ、今回はね、このゲームで初めて実装された、この HUD の編集ですね。ミニマップとか弾薬のね、こう、表示を自由に変えられるようになったんですよ。通常がね、こういう風にミニマップ左上じゃないですか。ただね、皆さん、左上、ミニマップ見にくくないですか？ね、初心者の人でもミニマップいちいち見るの大変ですっていう人はね、みんな経験したと思うんですよ、絶対。だから、このミニマップ、もっと打ち合い中も見れるような位置に持ってきたら、つまりそれは最強なのではと。ね、こう、タイムラグがない。いちいちミニマップを見る。目をそらすというタイムラグが一切ない。素晴らしい配置があるんじゃないかと思いまして、今回この中央、マップの中央下にあるミニマップ、こちらでプレイしていこうかなと思うんですよ。ただね、これ、まあ、ベータ版だからなのか、なんか自由に自分の好きな位置に変えられるのかなと思ったら、なんかプリセットが用意されてて、それしか選択できないっぽい。あれ？これはどうなんだろう？僕が勘違いしてたのか、製品版だと自由に変えられるのかわかんないですけども。まあでも、置くとしたらね、うん、もちろんマップの、なんだろう、中央、画面中央とかにはもちろん置けないし、かといって左下とか右下っていうのもちょっと結局目をそらすじゃないですか。だから一番打ち合いにおいて、画面の中央下が一番目をそらさない位置だと思うんですよ。つまりこれが最強なんじゃないかなと。もう負けない設定。もう時代が変わるかもしれない、コールオブデューティーの。よっしゃ、やっていこう。めちゃくちゃ違和感あるけど、とんでもないぐらい違和感ある。もうだって、ミニマップ左上で一体何十年、ね、十何年やってますからね。やべ、左上見ちゃうわ。真ん中見れないかもしれん、これ。やばい、やばい。真ん中ね、真ん中。ちょ、どうなのこれ。どうなんだこれ。僕今、一回左上見てから右、真ん中下を見るようになっちゃってるわ。もう目がね、左上見るの覚えちゃってるから、どうしても真ん中って意識してても、左上見ちゃうわ、一回。単純にタイムロスが増えてるだけっていう、これ。オッケーオッケー。でも、慣れたら絶対こっちの方がね、目の動きは少ないはずなんだよ。間違いなく。でしょ？絶対そうっすよね。さあ当たるよ。あー、あいつ。お、いい裏取りじゃね、これ。リスクあったのかな？わかんない。あ、そうか、真ん中か。レーダー真ん中か。なんか、カウンター UAV でも出てて、レーダー見えないのかと思ってた。そうだ、レーダー真ん中だ。オッケーオッケーオッケー。おー！え？もう、マジで？チーズオブギューティーさん。もうミサイル。はい。これ弾薬ボックス出した瞬間に補充してくれるの、ほんとありがてえ。今までね、出してから四角ボタン長押ししないといけないっていうロスがあったんだけどね。あ、強い。え、クセモー強えやん、やっぱり。なんか AK がーって言われてたけど、全然もうこっちの方が好きかもしれん。目玉したね。弾どこ？弾、なんかつ、あ、まだ弾ある。ダメだ！全然慣れない！やりにくい、正直言って。もう元に戻したい。ぶっちゃけたところ元に戻したいです。ただ、もう少し、もう少し。この動画だけは、やってみよう。どうなんだろうこれ、海外プロも変えるのかな、変える人出てくるのかな。もうこれ完全に慣れの問題だとは思うからね。気づいてます、なぜならミニマップが近いから。ぶっちゃけて言うと、今もう一回左上見た。左上見て、うわ、ミニマップがないやんけと思って今真下見ました。完全なタイムロス。 OK?OK?あ、今、後ろスライディングかっこいい。おぉ、レッツゴー。チーズオブギューティーさんがめちゃくちゃ強いね。このアメリカ遠征、先行プレイでアメリカね、一週間ほど行ってきたんですけどね。まあね、もう、食事がね、とにかくチーズ。チーズから逃げられなかった日はないですね。絶対チーズが何かしらに登場してて。で、とにかくね、もう、なんだろうね。まあ、太ったとは思うし、あと、体のありとあらゆる毛穴から油がね、以前より滲み出しちゃってたような感じがする、今。
にじみ出ている、毛穴が開きまくってる気がする。遠征行く前鼻の毛穴とか全然なかったのに、帰ってきたら黒いね、黒ずみができちゃってたもんね。もう絶対食事のせい。いやほんとね、あんな食事してたら太りますわ。アメリカのね Vlog もね、ちょっと続きを近々出すと思います。ナイフのね出し方ずっと分かんなかったんだけど、こう格闘ボタン長押しで出せましたね。今回からナイフ独立装備になってるからね、どうやって出すんやろうと思ってたけど、さあ、あれから何時間か経って、だいぶ慣れてきました、この中央車のミニマップ。なかなかねいいっすよやっぱり。うん、もうとっさに見れるし、下手したらこう打ち合いの最中レーダー見えたりもするから。ナイス、ちょっとこの距離きついかな。これ MP5 の方が強いと思うんだよね、 PDW より。なんかこっちの方がキル取れるわ僕は。うん、ブレも少ないし、ちょっと気になってるのはこの MP5 にラピュアをつけるやつだね。どうなるのかなっていうのは。あ、レーダーに全然映んないけど、いるよね。ゴーストボーイのかなこれもしかして。オッケー。もうヘリ出ちゃったよ。まだ10発あるね。あと1キルぐらいは持っていけるね。危ない危ない危ない。やばい、強い。ただ、チャーリー取られたか。いや、空爆遅いかな。僕死んでない？もう、うん、絶対ここいるっしょ。オッケー、よし、敵の首根っこ掴んだぜ、掴んだぜ。これ下です、下です、こういうこと。うわー、飛び降りてきたねこれ。でもいいいいいいよ、かなり流れ来てる。これいいスコア。ただ大丈夫これこれいいスコア叩き出せそうなんだけど、大丈夫これ。このルート何回使うことになるんやろ。基本的にキャラコンに関してはダッシュ、ジャンプ打ち、ダイブ、どれが強いかっていうよりはどれも使うんよ。強い人はその3つをそのシチュエーションに応じて使い分けていく。だから、どっちも使います。どっちかだけ強くて、それだけが、ね、それだけ使うなんてことは、ないですね。皆さん頑張ってください。使い分けです。レーダーは上と、こうやって、まだ奥湧いてたはずだけど、上上がったかな？上上がったかな？多分。上上がったか、これね、左から B 行ったな。OK。ヘリ出た。ヘリ何個目だろう、これ。もうずっとこのルートで、ずっとこのルートでキルしてる僕、これ。え？ヘリ出しちゃって。お、いい、後ろダイブしようとしたの今。ずっとこのルートで。もうちょっと違うことしようか、さすがに。ルイズインブラボー2人。あれ厳しいな。ラジコンあっち行ってくんないかな。 B の方行ってくれ、 B の方。ハロー。いやー楽しい、マジで楽しい。 BO6 マジで楽しいなこれ。でもこれモダン3もうやりたくないな。この動きに慣れちゃったらもうモダン3やりたくないな。こうね、今までもなんか新作のベータやったとね、過去作やりたくない現象は起きてたけど、本作は特にだな、これ。特にやりたくないな。ほら。いや、遠距離もいける。よし。70キル。いいね。ちょっとこれ最後に、一旦普通のミニマップに戻してみていいですかね。自分が一番慣れ親しんだミニマップ。見やすいな。あれ？見やすいな。おかしいな。左上のはずなんだけどな。
これ変。そうだろうなって思った、そうだろうなって思った、そうだろうなって思ってる。ほらほら、あれいない、ちょっと待って、こっちの方がキル取れる。ちょこ、反対指出す、反対指の方がいいなこれ、ポイントも入るし。うわー、おいしょー、こういうことね、こういうことね。45キル ?G ですね。あ、もう、あ、どうしようこれ。あ、もう、いいです。今日の動画、ごめんなさい。何もなく、忘れてください。もう、はい、終わりです。